皆さんこんにちは、ワドツです。2018年3月の2日、16時3分です。よろしくお願いします。はい、ワドツ、おはよう。おはようございます。はい、ワドツ、おはよう。玄武洞？玄武洞って何？そうそうそう、沖縄で買った、買った次の日にあれやっちゃったやつね。染まっちゃったやつ、ピンク色に染まっちゃったやつね。そう、服洗濯しないとないんだよ。卵味噌、卵味噌からスタートしてるわけじゃないよ。毎回毎回なんか男持ってない。あああああああ、テーステース、男持ってない。ハートありがとう、アイテムありがとう、ハートありがとうございます。なんだこれ、なんかプレゼントありがとう。なんだ、ひなあられか、ひなあられありがとう。無料アイテムぜひください。洗濯機ないよ俺の家、コインランドリーしかない。洗濯機壊れちゃったんだよ。あのね、和道さんとドレさんの YouTube 見れないってね、 Twitter の方に動画上げてる。 Twitter の方に動画上がってるから。あのね、 YouTube の方ね、なんか iPhone からアップロードしたらバグっちゃったんだよね。まあ、ドレさんじゃないよ、ドレさんではなくて、昨日練習したんだよ。誰かは絶対秘密なのだが、とある格闘技が得意な色黒の54歳のロリコンの人だからね。ドレさんって言ったらダメだよ、秘密だから。秘密、これちょっと見てみようか。 こっちはツイッターの方に載ってるよ。ツイッターの方見えてんだ。ねえ、春一番来てるね。ああ、YouTube の方ね。うん、ちょっとアップロードし直そうか。だいぶね、技術的なことを教わってきましたよ。風船ありがとう。うん、まあまあ、もしよかったらいいねボタン押してください。いや別にアンチ祭りも何もなくてさ、なんて言うんだろう、やりたいことやりゃいいんじゃないの。俺、人の批判してるやつよりも自分のやりたいことやってる人の方がよっぽど好きだもん。人の批判なんか誰だってできるんだって、誰だってできるんだよ。ジム最近行ってないね。体調壊したりとかいろいろしてて、まあ昨日はずっと公園でやってたね。ジムは契約をしてるよ。契約っつうか、まあレンタルね。赤白黒ね、赤白黒。みんなひな祭りアイテムありがとう。なんかでも昨日手応えなかったな。ミットがスカスカするんだよな。なんでなんだろう。あれなんだよね、あのね、俺が想定してたよりも背が高いね。俺が想定してたよりも背が高い。直樹兄さん大変だよ、大変。やっぱね、10センチ身長が違うっていうのはかなりね、厄介だなっていうのがよく分かった今回。ドレさんとやってよかった。
もう距離感も違えばさ、顔の位置が違うから当たんねえよ、あんなの。サウンドバッグ相当高い意識で持ってかないと。ありがとうございます。いいねボタン押してください。ぜひぜひ YouTube の動画いいねボタン押してもらえるとどん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 評価が高くなるんで、動画見てよかったなと思ったら感想とか書いてね。ぜひぜひ。いや、家で干すのもね、物干し竿がないっつうか、庭がないからね、部屋干しになるから臭くなるんだよね。ユカチが2週間半ですね。ドルさん元気だよ。うん。ドルさん元気元気。夏っぽいっつうか、服がないから着てるだけで、洗濯してない。俺がなんかわけわかんない服着てるときっていうのは、なんつうの。洗濯してないときだ。バットボタン押すなっつうの。バットボタンじゃなくてグッドボタン押せっつっての。T シャツじゃないよこれ。あ、ポイント新記録。あー、ごめん、新記録ではなかったんだ。歴代2位ですね。歴代2位ですね。でももう本当に皆さんのおかげで、マンスリーランキング42位っていう快挙になったんで、本当にありがとう、みんな。いや、嬉しかったよ。なんか正当な評価だね。なんかね、不正行為やってた人がポイント減らされたみたいで、何位だったっけ？ 49 位だったのが42位になったから、俺の上に、まあ、不正やってた人がいたみたいね。7人、8人ぐらい。風船ありがとう。まあ、今月もみんなで頑張ろう。そうだね。ドレさん、喉がもうガラガラだからね。あれはもう放送になってないから。なんか医者からは2週間って言われたらしいの。それじゃ食ってけないって相談したらしくて。じゃあ、せめて1週間やらないと、喉壊れちゃうよっていう。っていうか、俺のリスナーさんね。うん、俺は不正大嫌いだから。別に、かそったっていいじゃん。面白いコンテンツやってんだったら。かそってもよくない？面白かったらそれでいいのにさ、芸を磨かないやつは俺大嫌いだよ。配信者で芸磨かないやつダメ。偉いとか偉くないとかじゃなくてさ、やられて嫌なことをやったらダメだよ。今月も頑張ります。花火ありがとう。ありがとうございます。頑張ります。匿名さんありがとう。ひな祭りアイテムありがとう。ありがとう。ありがとうございます。花火ありがとう。お内裏様が足りない。お内裏様が足りない。お内裏様。ありがとうございます、アイテム。はい、どうもどうも。おはよう。ありがとう。やってるよ。うなちゃんマンじゃないよ。ワードツー。バカありがとう。バカありがとうございます。バカ5個ありがとう。ありがとうね、みんな。いつもありがとう。まあ、ドレさんと、まあ、トレーニング5時間ぐらい一緒にいたかな。飯食って喫茶店行って、で、青壁にひどんなさんがいたから、ひどんなさんに会ってきて、で、その後、なんだ、公園でミット持ってもらった。夕飯つうか今寝起きだね。起きたばっかり。いや、俺の通常はコメントあるけど、見たことないんじゃないの？この服沖縄で買ったやつだね。ねえ、昨日の枠なんかコメントめちゃめちゃあったけど。そう、印象操作やめてくんね、印象操作。全然コメントあったから。ドレさん、体調が悪いっつっても喉が枯れてるだけで、
普通にご飯は食べれてるよ。セコンドはね、サメ島さんにやってもらうっていうことと、でサメ島さんとドレさんが理想だったんだけど、サメ島さんだけだね、今決まってるの。仮ユシじゃない、これポロシャツ。囲いなんていないけど、普通にコメント打ってるだけだけど、お前のその何でもかんでもコメントが囲いに見える脳みその方が気持ち悪いわ。鮫島さんやらないんだったら、まあ別の人に頼む。鮫島さんがダメだったら別の人にお願いするよ。まあ、やらないならやらないでしょうがないから。ドレさん性病じゃなくてね、あのアンチに怒鳴りすぎて声がダメになっちゃった。ありがとう、大好き、ありがとう。俺はね、自分の放送で囲いとかいらないとか言ってるけど、囲いの意味間違えてんじゃないの。はい、ワード2。いや、ドレさんにも断られてるから、セコンドはドレさんダメだって。あの捨て頃と関わらないってね。最近はブロック、先月は一人も入れてないかな。一回もブロックボタン押してないね。一回も押してない。風船ありがとね、風船ありがとう。囲いの意味っていうのはさ、アイドルとかのさ出待ちとかコンサートとかでさ、キャーって言ってさ、アイドルを囲い込んで他のファンがドン引きするようなことする人いるでしょ。囲い込みから来てんの、語源は。だから囲いって実は肯定的なファンって意味じゃなくて、あの、ま、普通のファンに迷惑をかける悪い人っていう言葉で使われてたんだよ。だから囲いって気持ち悪いよって、その連投してたりとか、だから TCP みたいなことを囲いっていうの、本来は。だから囲いの意味を間違えてんだよ。囲われてないじゃん。俺は元気だよ。俺は元気。誕生日おめでとう。おめでとう。それが本来の囲いの意味ね。だって別に、だからこっち向いてこっち向いてとか、あの、何々くんキャーとかずっと言ってるのが、迷惑かけるのが囲い。ハートプレゼントありがとう。きつね枠と通常枠の住み分けできてていいんじゃない？まあ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 、気分で。俺はあんまりどっちでも変わんないよ。どっちやっても楽しいよ。もともとニコ生だからね。俺参加するよ。三国志のイベント参加する。わかんない。アップルの 30% 手数料、アップルのダウンロードなんかなんなのかわかんないから。俺ツイキャス主じゃないもん。いいんじゃない？別に。会社がそれで成り立つって言ってんだから。会社がそれで成り立つって言ってんだから大丈夫なんじゃないの？そうなんだよね。花火ってね、アップルストアから買っちゃうと 30% 取られるから、だから運営に半分取られるって言ってるけど、運営 20% ぐらい、もう下手したら 10% ぐらいしか取れてないんだよね。だって別にね、アプリ削除されればいいじゃん。俺らは何の問題もないでしょ。ふわっちの人なんだから。アップルストアから花火買えるわけじゃなくて、アップルストアからダウンロードしたスマートサイトはっていう、なんかそんな感じじゃなかったっけ。
洋服渋くていい。ありがとう。次回の花火バブルまで貯金しとけ。俺は貯金嫌いなのね。貯金って考え方が嫌いだから、入ったら入った分だけ使う。なんでかっていうと、一番怖いのは芸を磨かなくなったり、トークを磨かなくなることが俺にとって一番怖いわけよ。だから稼いだ分っていうのは先月稼いだ分なんだから、今月がっつり使いますよ。じゃないと、自分のことを不安にしておかないと頑張らなくなるから。次はそれ A 番じゃないよ。はい、どうもどうも。イメージカラー徹底してるよ。仕事だからね。今日元気ないっつうかね、結構、こってり、とある人に絞られましたよ。ハローハロー。あ、スロットはね、もうやめた。パチンコとスロットは行ってないね。本当に行ってないね。もうやめたんだよね。あえて貧乏っていうわけじゃなくて、ほら、なんだろう。俺らってさ、なんだろう、会社経営者じゃなくて、生き様見せる商売だから、芸人さんとか芸能人とか金バーって使うでしょ。そういうのって結構大事だと思うんだよね。スロットやめたのは俺も正解だと思ってる。何に使う？いや別に何に使うってわけじゃないけど。いや、あれだよ、家庭を持ってたりとか、かたぎな生き方してるんだったら、それはダメだと思うけど。アイテムありがとう。アイテムありがとう。あ、人生の岐路なんだ。いや、現役ボクサーなわけないじゃん、俺の。
親父の年齢で。親父はボクサーじゃないよ。ちなみに言うと空手家兼キックボクサーだから。親父は空手家ね、もともとは。でキックボクサーだね。まあ今のご時世だったら総合格闘技とかやってたんじゃないかな、多分。現役でできるわけないでしょ、俺の親の年齢で。50超えてるわけでしょ、それは無理があるだろう。パートナーが会社経営者、この先2年は貧乏暮らし、うん、なんで会社経営者なのに2年先が貧乏暮らしって確定的に言うのかな。会社やってたらそんなことないと思うんだけど。はい、ワード2。お父さんとスパーリン殺されちゃうよ。チャンピオン2回なってて、日本ランカー、日本で1位のランカーだったんだよ。世界戦に出まくってんだよ。お父様とスパーリングって勝てるわけねえじゃん。どんだけ強いと思ってんだよ。無理だよそんなの。殺されるよ。めちゃくちゃ強いんだから。無理無理無理。何な感じ？なんでさ40号、お前はさ、俺が本気でさ練習をしてないっていう前提で話をしてんの？俺が本気で練習をしてない前提で話をしてる。お前がよくわかんないんだけど、お前俺の放送見てんの？大体なんでお前にお前とか言われないといけないんだよ。ほっとけよ。応援する気がねえのか。はい、ワード2。夏っぽい服装だけどね。沖縄で買った服だから。相手を舐め切った話しか聞こえねえから。俺別に舐めてないけど、相手のことについてコメントなんか一つも言ってねえよ。それはお前の、俺の話の捉え方の問題なんじゃないの？全然意味わかんねえわ。決めつけで話をするやつよくわかんねえよな。何でもいるんだよ。何でも俺の言うこと聞けってやつ大嫌いなんだよ俺、うん、自分の人生どうにかしろよ。自分の人生、そう、噛みついてくるっつうか、いるんだよ。自分の人生が大したことないから人の人生にケチつけるような生き方しかできねえダッセーやつがいるんだよ。まずそう反論をするなら 事実を見てから言えよっていう。そう思わない？何でもかんでもケチつけ、印象でケチつけんなよって。放送見てから言えよ。応援してるからって、それは応援じゃねえから。ネガティブな感情いらねえから、うちの放送でねえ。ネガティブな感情出せよ本当に。それは応援じゃない。てめえの人生がうまくいかないことをうさ晴らしてるようにしか見えねえわ。そんなに自分のパンチに自信があるんだったら捨て頃出りゃいいじゃん。
そんなに俺強えってやりたいなら。極端な話なんだけど、格闘技に関しては俺捨て頃か、格闘技っていうか捨て頃に関しては別に練習しなくてもいいと思ってるから、あの配信者なんかやりたいようにやってなんぼなんだよ。やりたいようにやってなんぼ。自由にやりたくて俺この仕事選んだんだから。延長チケットありがとうね。何俺何 IWGP って何。沢村忠、また古い選手の名前が出てきたね。その標準語、あーでもよく言われてたな、日本語おかしいって。成田でも言われてた、イントネーションがなんか変じゃねって言われてたね。子供の頃だからだね、うん。なんか変かな。スルーも何も俺コメント拾わないよ。拾いたいコメントしか拾わないよ。前からそうだよ。へたれだからでしょ。これはね、あの新宿区はね、あの4時半になると音楽鳴るの。あと小学校の下校の時間になるとアナウンスが流れる。小学校の下校の時間です。皆さん、見守りをお願いします。成田さんって言って、新勝寺って言って、あの、三大大使か。三大、あの、初詣、あの、日本全国で、なんだ、参拝客が多い三つのやつがあるでしょ。成田さんっていうお寺がある。あと何があるかな。イオンショッピングモールセンターがある。この服いくらだったっけ。6000円ぐらいじゃなかった。いや、街中に流れるんだよ。イオンあるのは結構田舎の方ではでかいんだよ、うん、高いかな。いい値段する。じゃあね、買ってすぐさ、なんか色落ちする服と混ぜちゃったから、ピンク色、真っ白の部分ピンク色に染まってクソダサくなっちゃったんだよね。かっこよかったのに。成田さん新勝寺いいよね。地元だよ。地元。唐揚げの歌聞きたい。俺に言われてもな。唐揚げの歌聞きたいの。唐揚げの歌なかなか歌ってくんねえかな。今日無理でしょ。唐揚げの歌、唐揚げの歌聞きに行く。出ないな。唐揚げの歌出ない。出ろよ。出ねえわ。今日唐揚げの歌はないみたいだね。寝てるの。寝てるのか。あ、横芝にも行ってんだ。へえ。それは知らなかったな。ラップ楽しかった。字幕で歌ったらダメでしょ。あれは他枠で歌わないと。やっぱり他枠で聞いた方がいいんだ。
唐揚げの歌今日ダメっぽいね。唐揚げ大好き二人とも。唐揚げの歌いいよね。でももう唐揚げがなあんま食べたいと思わなくなってきたな。ドレさんとは1年ぐらいだね、ちょうどね。ドレさんとは1年ぐらいしか付き合いないけど、なんかもうなんかだんだんね、もうねお父さんみたいになってきたよもうなんかね息子みたいになってきたよ。もう息子だよ俺、息子。だんだん哀愁を帯びてきたかんね。いやドレさんとはねもう結構なんだろう、プライベートでも一番電話で話すし、いや話すっつっても俺から電話かけるわけじゃなくて、ドレさんからずっとメールとか LINE とか来るんだけど、飯もよくプライベートで行くし。いや違う、あれだよ、血のつながった父親って感じじゃなくて、それくらいの世代のギャップがあるから、やっぱり話聞いてると お父さんだなって思うの。ノルさんあれでしょ、昭和のなんか雷親父みたいないたじゃん、あんなのでしょ。まあ1年だね、出会ってから。まあ何でも話すよ。ドレさん、いや好きなんだけどさ、配信外でもめちゃめちゃ話すから、別に配信回せばいいじゃんと思うんだけどね。なんかあの人結構その禁止なんだよね。まあね、自由にやればいいのにね。なんかテレビかなんかと勘違いしてんのかな。結構気にするんだよ。四つ目のオフ会での和道さんとドレさんすごい好き。あの後大喧嘩したじゃん。あの後一回大喧嘩したじゃん。もう絶好だっつって。ねえ、大変だったよね。リング上がれこの野郎っつって。すごかったよ。壮絶な喧嘩だったよ。いや、すげえ、すごかったよ。大喧嘩だよ。大喧嘩。いや俺はあれだよ、別に嘘つかないよ。俺が絶縁って言った時は絶縁だよ、でも俺がね結構すぐ許すからね、パッてどうでもよくなっちゃう。謝ったらすぐ許すから。いや T シャツがないのよ、洗濯がないの、洗濯がないの。気分が悪いからその名前出さないで。さっぱりした性格、さっぱりしてるね。ネチっこくないよ全然。言いたいこと言ったら次の日忘れてるもん。ただその場で怒るタイプだね。師弟関係、息子のような関係だからできる。師弟関係っていうか、なん格闘技に関しては師弟関係だけど、なんかね勘違いされたくないのが、配信で別に師弟関係どころか俺下だと思ってるからね、ドルさんのことは。配信者としてまだまだだよあの人は。だからまあ息子のような関係って言っても別に構わないけど、師弟関係があるのはあのボクシングとか格闘技に関してだけね。太ったかな、わかんない。そうかな、だいぶや、まあまあまあ太った、別に太ってもいいんじゃないの。だから太ってて可愛い人もいるじゃん。深田恭子とか太ってた方が可愛くない？俺他人見下してないよ。他人にあんまり関心がないね、というかに人間が好きなんだけど、才能のない人間があんまり好きじゃない。見下してるんじゃなくて関心がないんだと思うよ。もっと根本的だと思う。先月も多かったよ。あ、先月儲かったから今月ウハウハ。
ねえ、今月は儲かるかね。儲かった。みんなのおかげだよ。儲かったな。ありがたいね。ありがたいね。100万も言ってないよ。才能のある人間って何なんだろうな。なんかアンテナがピンとくるんだよね。あ、この人はすごい人だって。まあ他人と比べる気はないけど。全く比べない。どうでもいい。温泉行けるけど、まあ一人で行くのも寂しいからね。いや、儲かったよ。配信始めて歴代月収2位だね。よかったよ。ありがとね、みんなね。ありがとね。金梅さん尊敬してるよ。いやー、よかった。今月は上がらないかな、花火。今月はダメかな。まあまあ、いい時も悪い時もあるし、まあ、俺の収入は俺が決めらんないからさ。サラリーマンじゃないし、ね、人気商売だから。花火投げるか投げないか決めんのはリスナーさんでしょ？俺の問題じゃないよ。まあ、俺は受け入れることしかできねえからさ。原因はわかんないね。原因はわかんない。まあ、時の運だろ。考えてもしょうがねえこと考えても意味ねえよ。シルバーアクセはちょっと時間ないね、今ね。なんでてめえが俺の金の使い方決めるんだよ。なんで俺がノリコに使えって決められなきゃいけないの。おかしいだろ。なんで、お前の金じゃねえんだから、なんで俺がそんなこと言われねえといけねえんだよ。ヨルさん元気だったよ。3倍もいってない。3倍もいってない。集めたメガホン全部投げてくれたの。ありがとね。ありがとう。はい、こんにちは。新しいタバコ、まあまあ微妙だったな。俺は普通の今まで通りにするわ。いやー、稼げたら嬉しいでしょう。だって。いや、それね、ドルさんとも話したの。すごい深い話をして、不安だっていうことを言ったのよ。まあ、ドルさんはどうなのっていうところから入って、で、54歳なんでしょって言ったら、俺は明日死んでもいいって本気で言ったの、ドルさんは。で、その過去、離婚のこととか、どんな授業をやってきたとか、まあ、ヒクソン・グレイシーはどんな人だったかとか、あと、まあまあ、その人生そのものみたいなこと、話してて、で、その、なんていうのかな。まあ、俺も考えたと。ただ、これは先輩からのアドバイスなんだけど、俺が理想の自分描いただろうって。こういう人生に俺はこうなるんだって。資格を取ってこうやりたい、こうやりたいって。一つも叶わなかったって言ったの。俺がなりたい自分には一つもなれなかったって言ったの。だからおそらくなんだけど、和道が俺は将来こうなるんだっていうのは多分全部叶わないと。そうじゃなくて、絶対にお前はどうにかなるから、今この瞬間を楽しんだ方がいいって言われた。この瞬間を楽しめと。で、いいことも悪いことも絶対なんとかなるからって。で、そのなりたい自分になるとかじゃなくて、勝手に天命が与えられて勝手にそうなるんだって。だからそれを受け入れちゃえっていう。それがドレさんのアドバイスだったね。いや、お父さんでしょ、完全に。完全にお父さん。風船ありがとう。風船ありがとうございます。そう、この瞬間を楽しむことだけに集中しろって。まあ、一つのドレさんの世界観というか。で、まあ、30代40代不安だっていうことを伝えたら、それは不安だよって。お前の感覚が真っ当だって。みんな考えてなすすぎるって。で、その不安すらいらない。いや、ドレさんが言う理論っていうのは、未来の理想の自分を描いてると。これが、まあ、夢とかでしょ。これも叶わないけれども、逆に不安に思ってる自分も意味がないと。この2つから離れろって言われた。そうじゃなくて、今自分がやるべきこととか、楽しむとか、何かチャンスがあったら没頭するとか、そういうことだけやってれば勝手に来るって。
だから未来の理想の自分とかどうでもよくて、不安なその30代どうやって食ってこうとかどうでもいいと。お前はとにかく今のりこと一緒にいるのを楽しむとか、リスナーさんとこうやって花火が上がったらありがとうとか、その格闘技捨て頃頑張るぞとか、もう与えられたものだけただこなせって言われた。で、あとは全部受け入れなって。いや、ドレさんはいつ死んでもいいって言ってた。楽しかったって。もう何回も自殺しそうになったり、緊急入院したりとか、いろんなことがあってもうダメだって何度も思ったけど、今俺は、ツバニャンとパコったりとか、54歳で、まあ、自分が好きな、女性とパコれてたりとか、まあ、別れたりとか、まあ、俺は、まあ、もう人生ダメだと思ってたのが、月収150万になったりとか、まあ、もう波があるけど、楽しいと、今が。生きててよかったと。そういうことは言ってた。ドレさんは、今は厳しいって言ってたよ。でも、苦しいけど、1週間休むって言ってた。家賃払えるかどうか分かんないけど、なんとかするって言ってた。いや、セックスすることは人生最大の意義の一つだよ、でしょ。男と女が愛し合うっていうのは人生最大の意義でしょ。で、格闘技に関しては一生続けるとか言ってるから、立ち技はもう無理なんだって。今年が限界なんだって。あ、じゃあ引退はどうやって飾るの？試合とか出るの？って言ったら、いや、寝技は一生やるって言ってたよ。 柔道の方、柔術の方は一生通うんだって。頭おかしいよね。すごいよね。まあまあ、すごい儲かってるよ。まあまあ、先月はマンスリー圏外だからね。だから、やっぱり俺が花火上がると悔しいみたいよ。やっぱりその、下だって思ってたわけじゃん。和道は全然うだつ上がんないと思ってたわけじゃん。やっぱり俺に花火、やっぱ見てるわけじゃん、俺の放送。花火上がるとやっぱお前稼いでるな、っつって。ぐぬぬってなってる。まあお金だけではないでしょ。お金はすごく大事なものだけど、お金だけが人生ではないから。だからヒクソン・グレイシーとも極貧だし、みんながスターだと思ってる人もやっぱ人生ボロボロにするらしいよ。合気道はできないよ、俺は。格闘技が本当に好きなんだって。なんでそんなに格闘技バカみたいにやるのって聞いたら、お前配信毎日やるのになんか理由あるかって言われて、楽しいだろうって。そうだね、自然と体が配信ボタン押してるねって言ったら、それと同じだよって。朝起きたらジムに行くんだよって、楽しいからやってんだよって そんなこと言ってたよ。純粋にただ好きなだけだから、別に死ぬまでできる柔道の方は、柔術の方はやるって言ってたね。単純に面白いんだって。そう、好きなことやるの意味はじゃなくて、理由はね、意味はあるよ。理由がないでしょ。グランドの戦いは俺は全く関心ないからな。俺は全然わかんない、グランドの方は。総合も見ないし。まあいい人生でしょ。何？さ、お肉さ、期限切れちゃったからさ。何日過ぎてる？肉。焼きゃ大丈夫だよ。もう1週間ぐらい経ってる、賞味期限。大丈夫だよ、焼いたら。豚バラでしょ？豚バラ1週間ぐらい過ぎても大丈夫だよね。食えるよね、焼きゃ。どう思う？豚バラ1週間ぐらい大丈夫だよね、みんなね。ダメかな？大丈夫だよ、焼いたら。どうする？やめとく、捨てる？大丈夫でしょ。
肉はやめた方がいい。豚はやばい。あ、じゃあ捨てよ。うん、じゃあ買ってきて。肉だけお肉屋さんですよ、そこにじゃあ買ってくる。うん、あ、いや、いいよいいよ、はい。うん、豚やめとくわ、じゃあ。あ、そうだ、それで牡蠣。俺もうあのね、胃腸が強いのよ、異常に。だから何でも食っちゃうの。それでこの前牡蠣に当たったんだよね。いや、俺は全然食うけどね。冷凍しとけばよかったね。うん、見てみる、見てみる、持ってこようか。見てみる、見てみたい。1週間ぐらい経った豚バラ全然大丈夫だと思うけどな。ね、ニンニクの芽とネギと、ニンニクとニンニクの芽とネギと豚バラと、あとなんだっけ、まあ炒め物だね。見たい。いや大丈夫でしょ。あ、のんちゃん捨てたわ。ごめん、のんちゃんもう捨ててた。ごめんごめん、のんちゃんもうゴミ箱にぶっ込んでたからダメだった。だからもう決め打ちだよ、決め打ち。のんちゃんはあの食べさせないって決めてて質問した。いや、もうこれが男を立てるってことだよ。もう先に捨ててるんだよ。先に捨ててるけど、和道さん食べれるかなって。要は俺がその食べれるっていうのをもう見越してて聞いてるんだよ。これができる女だよ。いや、そう思わない？もう捨ててるんだよ。食えないの分かっててあえて聞いてるの、うん、ねえ、のんちゃんらしい。これが気遣いだよ、うん、ね、こういうところが優しいなと思うの、うん、お前なんか出てけって言わないでしょいや、この前牡蠣でノロになったんだよ。いや、この前牡蠣で死にかけたよ。食べれるっつったらゴミ箱から引っ張り出すだろうね。どういうところが優しいって、今ののりこの気遣いに気づかないってことは、あなたはのりこみたいなパートナーできないよ。今ののりこの優しさを感じ取れないってことは、のりこを理解できてないってことなんだから。だから気遣い意味わかんなかったんでしょ？わかってる人はわかってるから。うん、今ののりこの優しさ理解できた人いたよね。俺が言ってる意味分かった人いるよね。なんて、牡蠣食べて当たったんだからノロしかないでしょ。意味分かんなかった？だからお前ら女にモテねえんだよ。だからお前らは女にモテないの。ねえ、できるよね。要は俺が勝手に買ったものをね、勝手に捨てたら気分悪いから、食べれないの分かっててあえて聞いてたの、うん、のりこはもう食べれないの分かってて捨てたんだけど、あ、先に捨てておいたんだけど、和道さん食べれるかなってあえて聞いたの。はい、ワゾツ。血液型 B 型だよ。若い子はこういうことできない。中山美穂っていうか、まあ、菅野美穂だね、のんちゃんは。
キートスなんかやんないよ。低脂肪じゃないよ俺は。やさお。優しいクズ。間違いなく60号よりはいいもん食ってるわ。間違いなく60号よりいいもの食ってるわ。何飲んじゃん。もう豚バラ捨ててたの。そっか。リリー大嫌いだ、あんなブス。性格悪い女嫌いだもん。リリーとか大嫌いだよ。顔に出てんじゃん、性格が悪いのが。俺とのんちゃんの愛情をお前らが分かるわけないだろ。理解できないのは理解できないまま相当放っておくのも一つの手だよ。理解できないのはあなたの生き方の問題だでしょ。理解できないことは理解できる時が来るまで待てばいいじゃん。ケンさんはあんま絡んだことないから好きが嫌いもないな。ココア様、まあまあ悪くない、挨拶できる子だったし気遣いできる子だったね。礼儀正しかったよ。最後まで綺麗に挨拶して感じのいい子だったね。今日はありがとうございましたって、なんか楽しかったですって、また今度よかったらコラボとか機会があったらよろしくお願いしますって、すごく挨拶が丁寧な子だった。フットサルの時いたじゃん、ココア様。いいんじゃないの。俺はカメラ回ってない時にそういうことができる子は俺はいい子だと思うよ。俺肌弱えんだよ。おい、いい加減にしろよ。今人間の女の話してんだよ、お前。おい、爆走ってなんだよ、お前。ゴリラの話やめてくれよ。何？いい女か悪い女かっていうさ、リリーなの何なのってココア様なのって話してんのよ。爆走ってお前、類人猿の話とかさ、お前、哺乳類とかそういう話になってくんの？ねえ。ゴリラの話は動物園でやってくれよ。ここそういう場所じゃないから。いや、ゴリラでしょ、あんなもん。どこのバナナが美味しいとかそういう話でしょ。勘弁してくれよ。いや、だから理解できないものをさ、理解否定してもしょうがないでしょって。花火ありがとう。花火ありがとうございます、だから俺とのんちゃんの愛情が理解できないっていうことは別にいいんだよ。それが、自分の知らないことは全部間違ってるっていうのがそもそも愚かな考え方なの。理解できないものは理解できないままほったらかしとけばいいよ。そうなんだよね、ゴリラみんな B 型なんだよね。花火上がるでしょ。この花火は俺もゴリラだと思うって意味でしょ。そうだよねって、ゴリラだよねって。 B 型の女はだからゴリラだよ。
なんでやり取りが抵抗あるってなんだよ。お第三者にさ、俺のんちゃんと和道のやり取りは抵抗あるわって。ほっとけよ。ほっとけよ。俺とのりこが幸せなんだから。のんちゃん優しい。和道さん優しい。ご飯美味しい。楽しいねって言って、俺は抵抗があるんだよ。って言われてもな。人の家庭に口出しといて抵抗があるってどういうことだよ。なあ、知らねえよ。ちょっと襟足が長い伸び、あのちょっと襟足が長めのゴリラだよ。ちょっと襟足が長いだけだよ。はいはい、行ってらっしゃい。あ、だから新しい動物飼おうかなって感じなんじゃないの。テルは花火も来たし、花火の友達じゃないの。優しいから、テルは花火にも友達必要だなっつって、ゴリラでも飼うか。銘柄はアメリカンスピリットだね。アメスピ。ね、豚も飼ってるもんね。いや動物園でしょ。豚も飼ってんだから。花火がやたら上がる豚も飼ってるでしょ。よく豚が映ってるな。いや、で、花火減ってないからね。先月42位だよ。県外から42位だよ。しまじろう、だからしまうまでしょ、あれ。水タバコとかあんまり興味ないな。最近流行ってるよな。なんかあれだよ、アメリカ人はね、ブロッコリー買い始めたからね。野菜飼育してるよ。っていうか、なんか俺マッハ道場もう行かねえわ。なんかさ、トムソーヤ池上をさ、感動ポルノにしてない。なんかトムソーヤ池上をさ、なんかすごいすごいとか、大して別にジム通って汗流すなんか金払ってんだから当たり前なことなのにさ、大して強くもないのに根性座ってるあいつはすごいとか、感動ポルノやった後はさ、今度は配信論でさ、お前は間違ってるとかさ、トムソーヤ池上バカにしてんだろあれ。トムソーヤ池上の方がよっぽど面白いし、トムソーヤ池上が一番面白いのにさ、なんでトムソーヤよりも面白くねえやつがトムソーヤいじってんだよな。あれどう思う。俺もうマッハ道場行かねえわ。なんかあれ気持ち悪いよ、はっきり言って。俺は池上さん大好きだよ。だからムカつくっていうの。俺池上さん好きだよ。それをさ、なんかさ、あの別にさ、普通に汗流して頑張ってるねでいいのにさ、強いとかさ、捨て頃ワンの選手全員なんかトムソーヤに負けるとわけわかんねえよ。トムソーヤさん面白いよ。だけど、そのアメリカ人とか、達彦とか、原田さんとかが、感動ポルノとかなんかおもちゃにしてるの見て、あれ気分悪いよ。うん。俺はあんま深い、あれを見てて。誰も言わないよね。あれさ、トムソーヤ池上をいじってさ、おもちゃにしてるだけでしょ。あれよくねえよ、いじめだよ、あれ。俺はそういう風に感じたね。別に普通に一緒に汗流す仲間でいいんじゃない。対等に付き合ってるように見えないんだけど、なんかイメージ戦略やってるみたいですげえ気分悪いわ。
いじりっつうか感動ポルノとかなんか好感度上げようとかなんかそういう感じに見えちゃう。普通に接すりゃいいのにね。大体一番面白いの池上さんだからね。そう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 、サーカス小屋みたいにしてんのがすげえやだ。普通に人として扱えよ。あの誰がどう見たってあんなの頑張ってるも何も弱えんだから。誰がどう見たってトムソーヤ池上頑張ってると思うよ。頑張ってるけど弱いのは弱いから。それを強くするのが仕事なんじゃないの、ジムの。まあありがとう。あんな素人が見たって弱えの分かんだから、どこが強えんだよ。ねえ、やだよね。俺はだからもう行かない。大体池上は金払ってあそこに通ってんだろ。違うの、違うの。トムソーヤ池上は金払って通ってんじゃないの。客に対してああいうことすんの。客に対してああいうことすんの。よくわかんねえな俺は。いや俺はだって別に自分で自由にやって自由に思ったこと言いたいから俺はやってるんだもん、配信を。俺別に本人に言えるよ、自白で言ってること。俺は違和感あるね。うん、あ、まあやっちょとんから見てねえからわかんねえわ。いや違和感感じてる人多いと思うよ。いやちょっと池上に対する態度なんかおかしくねえって、いや思ってる人多くない？思ってる人多いでしょ。俺あれ見てて、なんでこんな池上さんのこと悪く言ったり、感動ポルノみたいにさ、なんかその頑張ってる頑張ってるって、たった一日ジム通ったぐらいで変わるわけねえだろ。たった一日通って強くなるわけねえだろ。一週間通って強くわけ なるのかよ。なるわけねえだろうがよ。みんな強くなるわ。全員世界チャンピオンだわ、そんな。いや、噛んだけど。歯はあるわ。俺はどの立場と、この立場だよ。ここプリンセスガーデンから物を申してんだよ。プリンセスガーデンから。はい、わたつ。不正メガホンなかったから42位なんだよ俺は。不正なんかねえよ。ポイント1ポイントも減らされてなかったわ。姫の庭だから、姫の庭、姫庭だから、姫庭、プリンセスガーデン。そうそう、服 T シャツが洗濯してなくて。アメリカ人もさ、なんかマッハ道場の運営とか、俺さ、アメリカ人のツイッターでめちゃめちゃ面白かったのが、桜、あのマッハ祭りに出場する選手はアピールしてくださいって、便所さんみたいなツイートしてんのね。マッハ祭りに出場エントリーした選手は各自アピールしてくださいツイッターでって書いて、その一個前のアメリカ人のツイッター見たら、エントリー募集中ですって。で、いろんな人の配信者のツイッター見たんだけど、誰もエントリーしてなかったの。あれ何なの？誰がエントリーしたの？マッハ祭りに出場する配信者って誰のこと？マッハ祭りに出場する選手は皆さん各自ツイッターでアピールしてください。誰もアピールしてないの。で、そのアメリカ人のツイッターの一個前見たら、エントリー募集中、マッハ祭り出たい方は僕に DM くださいって。何なのこれ？何なの？俺出ないよ。
いや募集中だったら募集、あのマッハ祭りやるんで配信者の方力貸してください、出てくださいっていうならわかるけど、マッハ祭りに出てる人がいるかのようにマッハ祭り今エントリーしてる方はアピールお願いしますって、誰よそれ。誰のこと？それ DM でやりなよって。配信者いんの？出る人。いや、ドルさん出ないでしょ。あんだけバカにされてドルさん出たら俺ドルさんちょっと尊敬しなくなるわ。あんだけあの原田さんとかアメリカ人に小バカにされて出るわけねえじゃん。あれで出たらプライドねえのかよと俺ドルさんに言うよ。あんな出るわけねえだろドルさんが。ドルさん電気だよ。いやバカにされてるでしょ。なんか捨て頃の悪口言うなとか言って、あんた決まってねえからとかさ、エントリーしろとかさ、バカにされてたじゃん。ねえ。そう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 。俺もあの態度を見てから俺は嫌いになった。弁護士さんは別に俺のこと捨て頃バカにしてないよ。いやそうでしょ。いやいやいや、じゃあマッハ祭りは格闘家として有名だし、その格闘技のプロの試合なわけじゃん。ただなんでアメリカ人がその、いやプロの試合なんだからプロのやつでやればいいのに、なんでアメリカ人が仕切ってんのかよくわかんないよね。こんにちは。別に俺免除太郎さんにバカにされてるとは思わないけど、いや原田さんは言う権利あると思うよ。マッハさんの打ち弟子なんだから。なんかアメリカ人が仕切ってるのがよくわかんないんだけど、いやまあそういう裏の事情あるのかもしれないけど、敷居落ちるんじゃないの。別に妬んでないんだけど、いやバカにされてるも何もね、いや気に入られてるかどうかもわかんないけど、俺は達彦強いんだからどしっと構えてもらいたいけどな。なんか達彦なんかこう、なんか達彦いいやつだからさ、あのほら先輩あいつ気遣いだしさ、先輩にこうついてくっていうタイプじゃん、人がいいから。達彦強いんだからどしっと構えればいいのにね。自分の意見配信者なんだから言ってさ、なんか俺はそう思うけどね。
心弱いっつうか、自分どしっと持っていいと思うのにね。辰彦普通に強いんだ、優しすぎるんだよな辰彦は、ちょっとな。気が優しいよな昔からな。優しいところは好きなんだよ俺辰彦の。だけどなんかそのなんだろう、そうそう、人に譲っちゃったりとか、人の意見言うこと聞いちゃったり、自分の本意じゃないこととか、そういうのがあるような気がする。辰彦を批判してねえだろ。何でもかんでも批判に聞こえんの。いや、ストレスが溜まってるからさ、辰彦顎がどんどん出てくんだよ。あれはストレスが溜まってるんだよ、多分。あんなに痩せたのに顎だけ出るの。はい、ワードツー。ちょっとね辛そうだよね、ストレスで顎が出るんだよ。あと俺はね好きだったの、辰彦は昔は リスペクトがあったんだよ。どんな人にもリスペクトを持って接してたんだけど、なんか最近勘違いして誰でも構わずなんか噛みつくっていうか批判するっていうか、いつも言ってるけどさ、リスペクトのないディスって意味なくてさ、誰でもかんでもディスったらいいって問題じゃなくて、そう、まあ辰彦は強いのなんかみんな認めてることじゃん、誰も文句ないじゃん。だけどその格闘技の強さと配信者としての強さって別じゃない？俺はそう思ってるんだけど、そう思わない？配信者としての強さと、なんだろう、リスペクトがないダメだし、だから、その、なんつうんだろうな。俺はそういうふうに思うかな。生意気っていうわけじゃなくけど、なんだろう、なんか、なんかドレさんに対するディスが的を得てないような気がするね。ひな祭りって何なんだろう。あ、延長チケットもらえますね僕が。ハートありがとう、アイテムありがとうね。閉めちゃえよじゃねえよ、喧嘩俺弱えんだから辰彦にボッコボコにされちゃうよお前。いや辰彦は勝つでしょ。俺らリスナーには関係ないって言われてもさ、そんな関係ないんだったら黙ってろよ。なんで関係ないっていうさ、俺関係ないんだったら黙ってろよ。関係ないと思うやつが口を出すってどういうことだよな。関係、お前が関係ないかどうかなんか誰も興味ねえよ。あ、腕っぷしの強い人、優しい人多いよね。俺練習してるよ。忍耐強くないから決して勝つことはないもんね。え、何の話？主語がないとよくわかんないんだけど、誰の話？何の話？もやっとしててよくわかんねえわ。茶番があと何ヶ月も続く。バカ野郎、俺の人生全部茶番だよ。全部茶番だよ、32年間。
バカにすんじゃねえよ。お前これが何ヶ月も続くと思ってるじゃねえよ。一生続くんだよ。俺の人生全部茶番だよバカ野郎。それを前提で見てんだよ、ここにいる全員が。全部茶番だよ。今日も茶番だよ。はいはい、こんにちは。いろんな人、批判して行くのやめたい。オール行かないっつってるよ。もう断ってるよ。俺は行かないって言ってるよね、前からね。別にだって俺必要ないでしょ、マッハ道場の企画に。なんで俺が行く必要あんの。閲覧だって1000とか2000とか集めてんだろ、今いるメンツで。じゃあいいじゃん別に。俺自枠で家の中でプータラあーでもねこうでもねっつって花火もらってる方が得じゃん。なんで交通費と時間かけて会いに行かないといけないの。そうだろ、向こうは向こうで花火上がって閲覧あって格闘技盛り上がってる。俺は俺で雑談家の中でやって、だって俺が向こうに行ったってお疲れっつって花火上がるわけじゃねえぞ、うん、みんなが見たいのは俺が戦ってるところじゃねえんだよ。俺は分かってるから。みんなが見たいのは俺が頑張って戦ってるところじゃなくて、俺がぶん殴られてへばりついてるところが見たいんだよ。そうじゃねえのかよ。俺がぶん殴られんの見たいんだろ。させねえよ、させねえよ。あんな強いやつがゴロゴロいるジムによ、あんよ、もっと弱いやつ連れてこいよ。もっと弱いやつ連れてこい。もっと弱いやつ。そこからだよ話は。もっとつ俺より弱いやつがいない。俺より弱いやつがいるんだったら出てやるよ。軍曹もマッハ道場行く。じゃあ余計行かねえよ。余計行かねえよ。ありがとう。投げてくれんの？ありがとう。ハート花火ありがとう。匿名さんありがとう。何この時間に酔っ払ってんの？いいね。ありがとう。いいね。シャンパンでも飲んでんのかな？ジャグジーで。ジャグジーでシャンパンでも飲んでんのかな？まあ池上とやったら勝つだろうね。池上とやったら勝つだろうね。うん、ハートありがとう。ハートありがとう。いえいえ。いやーどうだろうね、池上の方が強いの。どうだろうね、池上には勝てんじゃねえか、さすがに。わかんねえけど、池上には負けねえだろ。だってマイグローブ持ってるんだよ。マイグローブ持ってるんだよ俺。あいつ持ってんの、マイグローブ。マイグローブ持ってて負けるわけなくない、マイグローブ持ってないやつに。俺マイグローブ持ってるんだよ。池上持ってんの、マイグローブ持ってんのかよ池上よ。おいトムソーヤ池上よ、マイグローブ持ってんのかよ。こっちはマイグローブがあるんだよ。マイグローブ持ってんのかよ。持ってねえやつが勝てるわけねえだろ。おいスネアト持ってんのかよ。ファールカップ持ってんのかよ。いっぱいあるぞ。
バンテージも2つあるぞ。リストバンドもあるんだよ。全部あるんだよ、ヘッドギアも。バカが。花火ありがとう。花火ありがとうね。当たり前だろ、常識で考えろよ。マイグローブ持ってるやつが一番強えだろ。マイグローブ持ってるやつが勝つだろうがよ。マイグローブ。しかもお前本革だよ。本革。本革のグローブ入ってんだよ、こっちは。俺の勝ちだろ、どう考えても。ベヌムだよ、ベヌム。本革の方が強いね。だいたいね、あのフェイクレザーでやってるやつと本革のやつ。だって見てみろよ、プロボクサー見てみろよ。全員本革で殴ってるから。世界取るやつ、マイク・タイソンはフェイクレザー使わねえよ。だいたいアマチュアの選手見てごらん。フェイクレザーで殴ってるから勝てねえんだよ。そうだろ？そうじゃねえの？そうじゃないの？みんなプロの選手見てごらん。みんな本革使ってんだよ。の本革が勝つに決まってんだろ。ちょっと考えてから言えよ。はい、ワトツ。だ、買ってから言えって。グローブあるだろうがよ。なあ、買ってから言えじゃねえよ。グローブ持ってるんだよ。まあ、大丈夫じゃ大丈夫じゃないかとかそういう話はしないで。もうとっくに積んでるから。そうだね、14歳ぐらいの時に気づいたね。あ、積みだって14歳の時俺気づいたんだよ。あれ、王手がかかってないかって。俺の人生ずっと王手がかかってるって。あれって、あ、積んでるわって。14歳で気づいたよ。あ、積んでるって。気づくの早かったよ。そう。チェックメイトは、積みとは違うから。あのね、たまにね、積みとチェックメイトが一緒だと思ってるやついるけど、積みとチェックメイトは違うの。チェックメイトはもう勝負が終わってる。18年よ、あれだよ、18年頑張ったんだよ。和道さんって格闘家なんですか？俺のことを先生と呼ぶのか、格闘家と呼ぶのか、アーティストと呼ぶのか、それはみんなの自由だよ。俺は何も名乗ってないから。俺にね、職業欄をどうするかっていうのは君たちの自由。スーパースターでもいいよ、スーパースターでも。好きに呼びたまえ。ワドちゃんだよね、ワドちゃん。俺今の状況に満足してるっつうか、もう、そうだね、楽しいね。今の状況すげえ楽しいね。アクセサリー作ったらアーティストとか笑わせんなよ。なあ、俺が生きてるだけでアートだから。俺が生きてるだけでアート。お前のライバル誰？ああ、もうそれシンプル。すごく俺のライバルは俺。
うるせえよ、口でここまでやってきたんだよ。うるせえ、誰が口だけだよ。ペラだけでここまでやってきたんだよ。マジか、マジか。ちょっと待って、今チャンスか。なんだよ。何食ってんだよ。唐揚げだよ今。ちょっとマイクが遠いから近くに来て。近く？うん、声が遠い。聞こえる？声が遠いって。聞こえる。普通に、ま、声が遠いからマイクちょっと近づけて。あ、聞こえる？お前何食ってんだよ。唐揚げだよ。お前山盛りか、もしかして。山盛りだよ。山盛りかよ。唐揚げの歌歌って。唐揚げ今日はみんなと食べる、今日は一人じゃないんだ、あなたは好き僕は好き、唐揚げの歌。お前唐揚げ食べたくて食べたくて今日は薪で歌ったな。うん、食べたいんだよ早く。邪魔しないでくれよ。いやちょっと待ってくれよ、もっと引っ張ってくれ。唐揚げの歌はもっと引っ張る約束だっただろ。知らねえよ、そんな約束してないよ。唐揚げちょっと待て、唐揚げの歌はもっと1分ぐらい引っ張ってから歌う約束だったじゃん。知らねえよそんな。なんでかお前唐揚げ目の前にしてるからすぐ切ろうと思ってお前唐揚げ歌ったんだよ。切りたいなら冷めちゃうだろ。冷めちゃうじゃない、唐揚げの歌もっと歌ってくれよ。なんだよ唐揚げの歌聞いてんだよ。たかみつと一緒に唐揚げは食べません、今日は一人で食べます、唐揚げの歌、二人で食べれば美味しいけれど、今日は50人一緒に食べよう。なんで巻きなの。もっと粘ってよ、もっと粘ってよ。あ、切られた。あいつ唐揚げ食べるのに本当に夢中だわ。巻きで歌いやがった、あいつふざけんじゃねえよ。あー、唐揚げ優先しやがった。くっそ羨ましいな。くっそー、俺も唐揚げ食いてえよ。あー、俺も唐揚げ食いてえよ。ずりーよ唐揚げ、唐揚げずりーよ。何あんの特盛りの唐揚げ、ちょっとうまそうだったよな。あれちょっといい唐揚げだったよな、手作りのな。ねえ、自作だったよねあれ。あんなうまそうな唐揚げねえよ。マジかよ。くそー。ねえ、うまそうだったね。いいなあ唐揚げ。向こうのリスナー唐揚げ食わせんのか。あれ何、卵味噌が作ったの、あの唐揚げ。サラダまで作ってた。味噌汁はあった。いやーなんかいいな。っていうかさ、リスナーと一緒に俺さ、あんあんに行ってみたいんだけど。1000円で食べ放題なんだけど、6人までいいんだって。俺 YouTube のチャンネル登録あるから6人だって。6人まで、要は6000円で6人で食べて焼肉食べ放題だよ。すごくね。さあ、あんあん行こうぜみんなで。東京、新宿に住んでる人いんのかな。あんあんオフ会やろ、あんあんオフ会。DM 待ってるって、俺あなたが誰か分かんないもん。なんで俺から DM 送んないといけないの。逆だろ普通。配信者に DM 送んだろ。ねえ行きたいよね。3月の末までじゃなかったっけ。登録者は俺1300人あるから100人超えてたらいいの。一人焼肉1000円で食えんの、食べ放題。赤羽近いね。
赤羽は確かにそんな遠くない。6人まで OK なんだって、同伴俺含めて6人。すごいよな、すごい時代が来たよな。 YouTuber が得をする時代だよ。いいじゃん、たまには貧乏オフ会もいいじゃんね。え、行きたいよね。のんちゃんも来るでしょ。のんちゃん焼肉大好きなの。石野も連れてきたいよ。だ、石野連絡と出ねえんだよあいつ最近。またうつ病でしょ。そう、野田通りは週5で通う、週6で通うって出禁になった。でもさ、それっておかしいよな。野田別に悪くなくない？野田は確かにモラルが悪いけど、店側が言ってるわけだから、それ野田訴えたら勝てるだろう。ねえ。野田訴えたら勝てるとおかしいよね。店側がキャンペーンやってんだよ。いや、モラルはないよ。モラルはないけど、野田訴えたら勝てるだろう。野田。うん。はい、お疲れ。いや別に乗り遅れてるとかトレンドじゃないから別に。いやだから週6で毎日焼肉1000円食ってたら出禁になった。来すぎって。いや要はもう売り上げが赤字になるからっつって出禁になった。だったらそんなキャンペーンやんなよな最初から。1人1回とか書いとけよな、週1回までとかさ。店側のルールに乗っかったわけだから。俺は野田悪くないと思うよ。しかも野田食うからな。7000円分ぐらい食ってたらしいよ。7000円分が1000円とかになってた。ねえ、最初から言えよな。それは店が悪いよ。うん、あ、でもね、昨日ね、草間弥生のね、あのドキュメンタリー見てたら のりこそっくりだった。草間弥生に顔が似てた。目のパワーが草間弥生と一緒だった。目のパワーが、うん、目力が半端ない。うん、アーティストだからね。うん、はい、お疲れ様です。草間彌生さん本当のやばい糖質だかんね。もう何言ってるか全然分かんなかったもん。ドキュメンタリー見てて何一つ分かんなかったよ。あれは本物だわ。いや、草間彌生知らないってお前175マジか。どんだけ教養ねえんだよ。草間彌生知らねえのかよ。あ、まあ天才だよな。あれはでもすごいね。昔から草間彌生好きなんだけど。水玉好きすぎだよね、ほんとね。俺、かぼちゃは結構好きな作品かもしんない。もうかぼちゃは結構ありだと思うけどね。かぼちゃはむしろ代表的な作品でしょ。あのね、俺はね、それいいとこつくね。ヒッピーとかもあるけど、実業家思想も持ってるから。でも矛盾してていいんじゃない？だってスティーブ・ジョブズはヒッピーでありながら実業家で成功してるわけじゃん。俺ね、なんかね、矛盾を嫌う人ってよくわかんなくて、じゃあおめえ矛盾してねえのかよっていうか、世の中って矛盾だらけなので、なんで俺だけ矛盾してることをつつかれるっていうか、矛盾が悪だっていうのがよくわかんないのね。矛盾してていいんじゃないの、世の中めちゃくちゃなんだから。その時その時の思ったことでさ、発言変わって普通でしょ。星野純子派なんだ。いや、都合よくてよくない？だって状況が変わったら思想が変わるでしょ。どんだけ柔軟性がねえんだよ。
どんだけ生き方に柔軟性がねえんだよ。ねえ、ヒッピーが事業を起こして何がいけねえんだよと思うよね。ヒッピーが金持ちになったらダメだとは俺は思わないけど。これこれツイキャスで1日で800万稼いだ。へえ。俺なんか1時間半喋ってもう2500円稼いだけどね。俺もなかなかすごくない？ 1 時間半で2500円稼いだんだよ。すごくない？まあ、800万もなかなかやるけど。はい、こんばんは。ねえ、悪くないよね。俺の時給を上げてくれよ、花火さん。俺の時給を上げてくれ。ありがとう、ごいす。3000円。花火ありがとう。3000円になったよ。ありがとう。ボイスーつって。変わらない信念？ここだけは変わらない？なん、別にないけど。別にない。じゃあ1月のタイムシフトずっと見てろよ。お前1月が面白かったっつうんだったら1月のタイムシフトずっと見てろよ、うん、俺は今が楽しくてやってんで、今が。過去に縛られてるやつと話が合うわけねえだろ。そりゃそうでしょ。1月の頃が面白かった。いや見てろよ、タイムシフト。俺のこと面白いとかつまんねえとか抜かすやつよ、どんなやつか見てみてえわ。よっぽど面白いのかよ、俺より。なあ、そう思わねえ？どんだけ面白いんだよって。俺のことつまんねえっていうやつ、面拝んでみてえけどな。ほんと人のこと言うけど自分のことはどうなんだよっていう。そう思わねえ？どんだけ面白いのか見てみたくない？俺見てみてよ、正直。言ってること一緒だろ。1月の方が面白いっつってんだから、2月はつまんねえ、3月もつまんねえって決めつけてんだから。まあね、稼いでるからね。あのさ、じゃあファントムくんさ、俺より閲覧上げてみろよ。配信歴長いだけって、俺より配信歴長いファントムが言ってんだよ。バカじゃないの？あいつ俺より配信歴長くて俺より人気がないんだよ。俺より配信歴が長いやつが、ワドウくん配信歴長いだけって。じゃあなんでおめえ俺より長えのにかそってんだよ。バカすぎるだろ。あいつ俺より先輩だよ。だ、誰それってレベルでしょ。だ、そんなもんなんだって。ニートたちに支えられてんのはまあ確かかもしんないけど、別にそこ否定してないよ、うん、え、ドレさんの老後って俺が面倒見ないといけないの？どういうこと？え、ドレさんの老後って俺が面倒見んの？なんで？意味がわかんないんだけど、なんで？え、ドレさんの老後って俺が面倒見んの？マジで言ってんの？まあ、確かにな、身寄りがねえかんな、ドルさんな。いやいやいや、おかしいだろ。ワドくん、ワドくんやるよ、たまに。
何、俺ドルさんの半分息子なの？なんで勝手に息子にされてんの？いや孤独死はかわいそうだ。まあまあ見とるぐらいはいいけどさ、大丈夫だろう。なんか誰かにぶっ飛ばされんだろうそのうち、誰かにぶっ飛ばされて死ぬんだろう、それかあれだよ、若い女に刺されんだろう。いや54歳は結構年だと思うけど、ああ刺されるほど垂らし込めてないか。なるほど、それは一理あるな。なんかでもドレさんのね、養老ホームとか特別老人介護施設とかにね、なんか会いに行く枠とか盛り上がりそうだよね。すげえ神会だよね、神会。ドレさんめんどくさいだろうね。ドレさん病院でずっと先生に絡むタイプだよね、看護師とかね。ドレさんが入院してきたらめんどくせえだろうな。70過ぎても働く時代なの？いいんじゃないの。なんか時代とかどうでも、まあまあ時代はあるか、好き勝手生きればいいんじゃないの。人間なんて好きに行けりゃいいんだよ。どうせ別に100年もしたら全員忘れんだから。100年後誰も覚えてねえよここにいる人間。いやあれじゃん、アイテム飛ばなくなったからやっと気づいたんじゃん。ハートとか風船とかメガホンが応援なんだっていうことにようやく気づいたんじゃないの。俺はずっと言ってたじゃん、花火だけじゃねえよって。愛情表現が花火だけだったら、その金が多く払ってる人が正解なのか、それ違えだろ。パフェも大花火もハートもバーガーも花火もハート花火も風船もメガホンもひな祭りも応援だろ。そこに感謝できなくなったら終わりだろ。人様から恵んでもらってね、生きてるわけだから。人様からさ、恵んで生きてる分際でさ、安いアイテムは妨害だっていうのは絶対言っちゃいけねえだろ。ねえ、気づくの遅すぎるだろ。そんな最初から分かってることじゃん。人様から金受け取っといてさ、小銭はダメだっておかしいだろ。それさ、タクシーの運転手にさ、お釣りの100円どうぞ受け取ってくださいっつったらさ、100円かよてめえ、タクシーの運転手言う？てめえ100円で小銭で偉そうにしてんじゃねえよって言うか？腹立つだろう。そんなこと言われたら、いやありがとうございますって言うでしょ、いや俺はそれが人間だと思ってるけどね。いただいたものをありがたく感謝する心は大事だよ。てかさ、カートンで買ったらさ、そのこれスクラッチなんかライターが当たるんだって。これ20枚持ってんだけどさ、これ当たると思う？ライターこれ20枚あるんだよ。20枚、スクラッチ削って1400円、これで当たりって、スクラッチ削って当たりが出たら必ずもらえるんだって。ちょっと欲しいよな、ジッポアメリカンスピリットのメンソール。のメンソール人気だから珍しいのね。メンソールだけグッズ出ねえんだよ。当たるかな。カートンで2つ買ったの。1ヶ月分買ったから、ハガキがいっぱいあるんだよ。当たるかな、やる？何枚持ってんだ、ハガキ。デザインは、いや、アメリカンスピリットの、こういう緑色のアメスピのライター。ジッポ。これ当たんのかな？俺、こういうの当たったことねえからさ、疑心暗鬼なんだよね。
これ絶対当たんねえよね。花火はね6個もらった。風船ありがとう。花火はもらったよ。こういうの当たったことある？みんなこういうタバコのグッズ、尻尾欲しいよね。いいよね。ありがとう。ハート花火ありがとう。ハート花火は500円だよ。500円。俺に入ってくる額500円よ。ただマンスリーポイントが花火より高いの。だから普通の花火よりハート花火の方が効果がでかい。え、セッターの尻尾いいじゃん。セッター好きな人からするとね、いいよね。やってみる？当たるのか。当たるのかやってみる？みんな。だってさ、はがき20枚だよ。こんなにあるんだよ。こんなにあるの。こんなに。ほら。もう袋の中、こんなにあるんだよ。やってみる？やってみる？え、当たると思う？ぶっちゃけ。だってもうコンビニ、1店舗に置いてるやつの半分ぐらい持ってきたんだよ。もうカートンで、いや、もう勝負かけようと思って。やってみようか、じゃあ。いや、じゃあ、プライベートでやろうかと思ったんだけど、配信でやる？いや、当たったら俺のだろ。当たったら俺のだろ。なんでリスナーにあげんだよ。いや、このスクラッチを削ったら1400名必ずもらえんのね。で、スクラッチで外れって出ても、ハガキを送ったら当たるんだって。だから合計2800人に当たるんだって。気づいてって何？え、何？何が気づくの？何？気づいてって。ぐだぐだうるせえな。なんかさ、昨日もさ、すげえ笑えたのがさ、俺金持ちなんだよ、困ったら連絡しろよ、ワドって。じゃあ今花火投げてって言ったら花火投げねえの。意味わかんなくね？意味わかんなくね？俺金持ちだから、ワド困ったら連絡しろよって。意味がわかんねえよな。じゃあ花火今投げてくれよって思ったもん。困ったらじゃねえだろうっていう。ありがとう。ハート、風船、花火ありがとう。ありがとうございます。いや、俺毎日困ってるからっていう。困ってるから配信やってんだよ。で、困ってる時にアイテムくれない人がさ、なんでさ、困ったら連絡くれって、どうすりゃいいんだよな。いやいや、投げ方ぐらいわかるだろ。いや、笑えるっしょ。普通にアイテムくれた方がありがたいんだよ。普通にアイテムくれた方が。何だったんだろう、あの人。だってあなたは金持ちかもしんないけど、俺に花火投げない以上何でもないわけじゃん。ただの他人なわけじゃん。金持ちなんか世の中に腐るほどいるんだよ。で、花火投げてくれない、アイテムくれないってことはさ、そんな金持ちだからってマウンティングされてんのと一緒だから。そう、昨日の1号。そうそうそう。バカありがとう。うん、そう思わない？184ゲットおめでとう。脳が垂れるやつは大抵投げない。そうそうそう。投げる人はほんと投げる。で、投げない人にさ、俺金持ちなんだよね、助けてやるよって言われても、絶対助けてもらえないから。助けてもらったこと一回もないもん。そんなの。そう、ただの金持ちアピの。そう、投げる人は勝手に投げるから。俺、ああいうの嫌いなんだよね。そう。ねえ、投げてくださいよって言ったら投げねえの。いや、好きでいいよ、全然。好きなら見りゃいいじゃん。臓器売買？何それ。知らない？運送会社？知らない？うち来て働けなんて言われたことないよ。俺働かないもん。スクラッチやる今、ハガキ出してるから待って。こんなにあるよ。これ当たりそうじゃねえ？こんだけあったら。こんだけあったら当たるんじゃねえ？こんだけあったら。なんか当たりそうな気がしない？ねえ、当たりそうな気がしない？これ当たらないかな。いや、アホホメは俺に初めてフォアグラ食わせてくれたからね。
いやドラムロールは流さないけど、これで全部かな、これで全部か。じゃあ数数えるね。ちょっと待って、ゴミ捨てるか。じゃあやってみよう。え、みんなの予想当たるかな、当たんないかな。え、でもさ、20個も買ってさ、当たらないっておかしいよな。ルールを説明します。今、はがき、キャンペーンやってます。僕が吸ってるアメリカンスピリットのタバコがあるんだけど、これが、初めてメンソールでね、こう、ジッポライターが当たるっていうのがやったんだよ。オーガニックミント。このライターね、ジッポのアメスピのマークが入ってんの。これ、スクラッチを削って当たりって出たら、1400名に必ず当たって、で、外れてもハガキを送った1400名に当たるっていう。で、当たるのか当たらないのか。で、枚数数えるよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10枚。11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22枚。22枚。行くか。確認できた？ OK？ ルール分かった？きついかな？これで分かるかな？これで分かる？みんな。これでいい？ OK？え、嘘、当たったの？ 140 号さん、これ削って当たったの？どう思う？え、何枚中何枚で当たったの？すげえ、140号さん、それ当たったって。行くよ。行くよ。行くよ、みんな。行くよ。行くよ、みんな。いい？準備いいね。外れかよ。外れか。うわー、外れた。やっぱ無理だろう。俺こういうので当たったことねえんだよ、スクラッチ系で。でもスクラッチ楽しいよな。なんだ、外れか。外れだわ。1枚目外れ。いや、持ってないんだよこういうの。これ外れね。外れ。なんかスクラッチいいな。俺全部削りたい派。いきまーす。スクラッチ楽しいんだよな、でもな。あ、外れっぽいな。やっぱ外れだよ。2枚目外れ。2枚目外れ。え、これ無理じゃね？2枚目も外れです。2枚目外れ。外れね。なんか無理だろうな。3枚目いきます。22枚だから残り20枚ね。残りいくよ。無理だろうね。なんかそんな気がしてきたよ。あー、これダメだな。あー、もう緑なんか一緒だもん。ダメだダメだ。これも外れ。外れだって。外れだ。マジか。なんか悔しいな、これ。なんか悔しくね。なんかさ、そのなんで客なのに外れの気分を味わわないといけないんだよ。3枚目外れ。いや、これ本当に当たったの、さっきのリスナーさん。え、超羨ましい。俺、アメスピのライター、ジッポ欲しいな。いや、タバコはいいよ。もう買わないよ。もう1ヶ月分買ったから。2カートン買ったから。え、4枚目いきます。4枚目。4枚目。あ、ダメだ。多分ダメ。4枚目もダメだ。やっぱこれ当たんねえよな。外れ外れ。4枚目も外れ。
悔しい悔しい、ハズレです。これやっぱ持ってる人っているよな。なんかさ、おもちゃの缶詰とか当たってる人いたもんね。これ何枚目？4枚目？ 1,2,3,4 枚外れ、4枚外れ。確率どれくらいなんだろうね。え、嘘、当たったの？5枚目いくよ。5枚目いきます。いいなぁ、これもライター欲しいなぁ。ジッポ超羨ましいよ。あ、ダメだなこれも。なんかもうだんだんわかるね、下から削ってるけど、なんか文字が抽選で当たるって出ちゃうから。あ、ハズレだ、ハズレ。くそ、でもスクラッチ楽しいね。これ5枚目だっけ？これ5枚目？当たんねえなこれ多分。うん、外れです。無理か。あー、ジョージアン人気だったよね。なんて言ったっけ、スカジャンだっけ。うん、6枚目、6枚目外れ、6枚目も外れ。なんなんだよ、6枚目もダメだわ。でもラッキーセブンとか言うから次期待だね。7枚目いくよ。これだから本当に当たり入ってんのかな。本当に当たり入ってると思う、みんな。どうなんだろう、当たりに出た試しがないからもう疑うよね。本当にあんのかな。外れ、7枚目当たった？マックってスクラッチやってたんだ。7枚目。ダメっぽいな。7枚目。外れ。引き弱えな。まあでもね、タバコは別にまとめ買いしてもね、1ヶ月で吸うからね。7枚目外れ、外れです。9枚目いきます。9枚目、え、8枚目か。8枚目いきます。あ、ダメダメ、絶対ダメ。はい、外れ。当たる気配ねー。え、これダメかな、これダメかな、やっぱ。こんだけ買ったのに、こんだけ語ったら普通さ1枚ぐらい当たるだろう。なんでラスト1で聞いたら余計確率すごいだろう。外れ。9枚目、次何枚だ、ちょっと待って、1,2,3,4,5,6,7,8 枚。当たると思って削ると当たるの？当たると思って削ればいいの、こういうのって。 OK、 9枚目当たる、当たる、当たる。お前当たり、当たり、当たり、当たり。よう信じるよみんな。当てる、俺は当てる、当てる、当てる、当てる。よし行くよ、当てる、当てる。当たった、当たった、当たった。外れじゃねえかよ、外れじゃねえかよ、ふざけんなよ、外れかよ。なんか期待した分なんかダメージ、心にダメージがくるな。期待した分ダメージがくる。
なんかこういう検証は楽しいよね。こういう検証はありがとうって言いながら、なんか宗教みたいな自己啓発みたいになってきた。 OK ありがとうって言いながら OK OK 分かった。念込めたら当たるのね。 OK10 枚目、10枚目いきます。当たった、ありがとう、ありがとう、当たった、当たった、ありがとう、ありがとう、私は必ず当たる、ありがとう、ありがとう、ありがとう、生まれてきてありがとう、生きててありがとう、ありがとう、すべてにありがとう、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 いくぜ。外れじゃねえかよ、お前嘘つくなよ。嘘つくな、誰だよ。ありがとうって言いながら言うと当たるって誰が言ったの？当たんねえじゃん。だからそうやって念を込めるとさ、その外れた時のダメージがでかいんだって。だから余計損した気分になったわ。じゃあ今度俺のスタイルでやっていい？俺のスタイルでやっていい？外れじゃん。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あと12枚。愛してる？愛してるか。そうか、そうか、そうか。やっぱね、ラブ&ピースって言うから、愛してるだったか。愛してるで言ってみよう。いきます。愛してるよ。大好きだよ。愛してるよ。削るよ。愛してるよ。早く会いたいよ。愛してるよ。愛してるよ。外れじゃねえかよ。外れじゃねえかよ。嘘だろ。ありがとうも愛してるもダメじゃん。なんだったら当たるの。世の中せちがれえな。外ればっかりだよ。20枚買っても当たんねえのか。そういうもんなのかな世の中って。まあ全員が当たったら勝つかないもんね。ごめんよって謝る系でいく。じゃあ12枚目、ごめんな、本当にごめんな、俺が悪かった、もう外れなんて引かないよ、外れたのはお前のせいじゃないから、本当にごめん、俺が悪いと思ってるから許してくれるよな、今度は必ずお前に辛い思いさせないから、行くよ。はい、外れじゃねえかよ。外れじゃん。謝ってもダメじゃん。俺すげえ謝ったよ。すげえ謝ったじゃん。誠心誠意込めて外れじゃん。何これ。いや、すげえ謝ったらいいかなと思って、ごめんよの、な、何、どうすればいいの、どういう感じこれ。ちょっとみんなのジンクスダメだよ。恫喝するか。わかった、恫喝してみよう。次は恫喝。今12枚か、あと残り10枚。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。わかった、この野郎系ね、恫喝しながらやるわ。いくよ。おいおい、なんだてめえ、あ、何言ってんだよ。あ、なんだよ、知らねえよそんな、てめえで考えろ。当てんのかよ、外れます。だからどうやって責任取んだよ。おいおいおい、てめえ、おい、削られてえのなあ、おい、裏来い、てめえ。裏来いよ。削られてえのかよ。お前、てめえ、削るわ。あ、削るわ、てめえ。てめえ、今この場で削るわ。おい、削るからよ。お、削るわ、削るわ、削ったるわ。おい、削ってやるよ。おい、外れじゃん。ダメだ、恫喝もダメだ。
恫喝しても外れは外れなんだって。外れだー。どうやったら当たるのかな。ダメだわ、削られたわこの人。難しいな、世の中難しいな。ダメだ、恫喝もダメだった、ダメだった、外れ外れ。10円がダメなの？な、何ない？記念コインとかならいい？感謝の心？だって恫喝しろって言ったじゃん。左手でやる？左手で。少年時代。どのパターンかな？ 5 円？記念コイン？シルバーで削る？シルバー？あ、いいのがあった。お坊さんで削るってどう？お釈迦様で削るってどう？どう？お釈迦様で削るってこれ得が高そうじゃん。こっちの方が良くない？お金じゃなくてこう仏教の力、仏教の力で削るってどう？罰当たり仏像でコインスクラッチするってすごくない？いや、これで仏教がいかにすごいかっていう。仏教のパワー使ったらダメ？仏教のパワーダメ？罰当たりかな。お釈迦様でね、ダメダメダメ。これこれじゃダメ。釈迦を冒涜するな。はい、すいません。どうしようかな。イーグル、イーグルは傷つくから、いいよ10円でやろう。はい、次行きます。ハートありがとう。ハート行きます。そうだね、日本人仏教徒だからやっぱりお釈迦様ディスはダメだよ。お釈迦様でそうやって遊んだらダメ。じゃあ行きます。一回線香炊いてやってみる。あ、それくらいなら許されるの。じゃあお香炊くか。お香炊く、お香炊く。とりあえず一服する前にお香炊くわ。やっぱ聖なるスクラッチだから、聖なるスクラッチだからやっぱ儀式的なね。チャンダン炊きます。炊こう、お香炊いたらね良くなる。スピリチュアルな感じでだんだん宗教っぽくなってきたなありがとうだの、ありがとうだの、愛してるだの、お香を炊くだの。ここまで本気でスクラッチやるやついる？よし、お香炊いたわ。あ、いい匂い癒されるわ。チャンダンいいね。運気変わった？あー、やっぱチャンダンいいな。チャンダンいいわ、癒される。お香のパワー借りるわ。お香のパワー、運がついた。よし、ありがとう。じゃあ行っていいっすか、行っていいっすか。みんな行くよ。こう無心でやるのが一番いいんだよ。さらーっとね、さらーっと、もう何でもないからっつって、当たるときは当たんだよっつって、ああ外れるときは外れっからっつって、無心でやるの。無心で真剣にやらない。リラックスだから、リラックス、リラックス大事よ。外れか外れか。おお、なるほどねあー外れか。欲しいな、欲しいな、ジップ、このライター欲しい。アメスピライター欲しいな。外れた、あと何枚？もうわずかだよ。1、2、3、4、5、6、7、8。パワーストーンを右手につけてみようか。削る方にパワーストーン、あ、こうやって削るか。こうやってパワーストーンこっちにつけようか。
こっちにパワーストーンつけるわ。うん、それともパワーストーンで囲う、ちょっと囲っておこうか、こうやって囲っておこう。左手でやるの、左手でやる技、オッケー。ちょっと増加するから、ハズレを当たりに変えてるから今で、左手で削るのね、オッケー。もうとんでもねえ枠だな、とんでもねえ枠になってきたな、だんだん。行きます、左手で行くよ、行くよ、左手ね。ハズレじゃねえかよ、誰だよ、右手がいいって言ったやつ誰だ、ハズレじゃねえかよ、ハズレじゃねえかよ、おい、ハズレたわ。ハズレじゃん。猪木さんの顎触るか、なんか当たりそうだよね。うん、外れるな、外すな、うん、お香の煙で清めたよ。いや、オカルトにも程あるでしょ、オカルトにも。あ、お釈迦様に見守ってもらおうか、ここにお釈迦様に見守ってもらう、スクラッチ、こうやってこうやって見守ってもらう、お釈迦様に、これに、やっぱこれなら OK だよね、わかる、これで削ったら不謹慎だけど、これで見守ってもらうのはいいじゃん、それならいいじゃん、そう思わない、これなら不謹慎じゃないでしょ、どう思う、これなら OK でしょ。釈迦がこう見守ってるの、釈迦のパワー、仏教の神通力で当てるっていう、これならいいんじゃん、これなら OK だね、うん、これでいこう、うん、釈迦も呆れてる物欲の塊だからね今ね。お釈迦様が笑ったらゴー。オッケー。釈迦怒ってるわ。お釈迦様の顔見たらめちゃめちゃ怒ってるんだけど大丈夫かな。行きます。外れじゃん。お釈迦様やめよう。やっぱなんか罰当たりだわ。やめよう。これ守り神だからやめよ、怒ってたわ、顔見たらすげえ怒ってたわ、うん、よくない、神頼み仏頼みはよくない、うん、やめとけ、はい、外れです。さて、あと5枚かな、あと6枚か、まあ無理だろうな、あと6枚、あと6枚は無理だな、うん、いきます、あーダメっぽいな、なんかすげえダメっぽいな、外れだわ。必殺技使っていい？もうこれ、もう迷ってたんだけど、必殺技使っていい？俺ね、もうね、絶対当たるっていうやつあるんだよ。あと5枚しかないから必殺技投入していいっすか？いや、もうこれ必ず当たるやつあるから。俺実はね、みんなに隠してたんだけど、必ず当たる方法1個あんの。必ず当たる方法。裏技使っていい？裏技。裏技使っていいですか？オッケー。のんちゃん、のんちゃん、起きて。のんちゃん、
のんちゃん、起きて、こっち来て。のんちゃん、おいで、来て。のんちゃん、はい、ソファ座って。のんちゃん来て。残り5枚いっちゃおう。やっぱね、強運の持ち主いるから。はい、座って。よし、のりこ、強運見せてやれ。出るな。スクラッチ削れ、何にも考えなくていい。なんか運強いでしょ。強いぞ。これか。はい、1枚ずつ削って。当たった。分かんない。なんて書いてある。外れ外れた。外れたの。そこ全部外れじゃないか。全部外れ。あと4枚。外れ。あと3枚。大丈夫だよ、のんさん。大丈夫だよ。のりこならできる。あ、これくんじゃね？これ来そう。これ来そうだわ。本当？これ来そうだわ。俺見えた見えた。これ来るわ。マジでマジでマジで。これ来たよ来たよ来たよ、のんちゃん。ガッて言ってごらん。これ絶対来た。絶対来たわ。俺ピンと来た今。はずれ。はい、次。はずればっかじゃん。あと2枚。いい。あ。ずれ。のんちゃんにハートありがとう。ずれ。外れか。ずれ、外れ、外れ。ラスト1枚か。うん。うん、はい。こっちで。ダメだな。全部外れじゃないか。く、うん、れる気ない。まあ普通に削ってパーと。外れ。外れだぞ。どこの作業所ですか。ありがとう。のんちゃんありがとうね。全部外れだよ。外れだったね、うん。ということで皆さん、22枚全部外れでした。はい。はい、はい、時間の無駄。はい、時間の無駄。全部外れ。これさ、一枚一枚はがき書くのめんどくさいから捨てていい？もうこの時点で引けない時点でオワコンじゃない？どう思う？この時点で全部引けない時点で俺はもうオワコンだと思ってるんですよ。当たんねえな。捨てよ。応募ってこれ全部書くんだよ、住所名前。めんどくせえよ。なんで俺が個人情報こんなに書かないといけないの、うん、いらないよ。いらないいらない。いや、いいいいいい。お金の無駄だから。はい、ということでハズレでした。いやいや、まあまあ、ほら記念だからさ。残念です。残念です。
ゴム印？ゴム印ないね。めんどくせえなマジで。悔しいよ。悔しいよ俺は。また負けたんだよ。スクラッチですら勝てなかったんだよ。こんなに削ったのに、こんなに削ったのに勝てなかったんだよ。悔しい。あでもナスビの検証生活みたいなのやってみたいよね。あのこういうの当てるっていうね。腹減ったな。のんちゃんお腹すいた。電波少年楽しかったよね。まあドンマイだね、ドンマイだね。今のは悔しい顔。今のは悲しみに打ちひしがれてる顔だね。のんちゃんお腹すいた。え？シシトウとネギと、ニンニクの芽とあとニンニクで、豚バラを炒めるという所業。うん、そんな感じ俺のプランはね。うん、あとんかついいじゃん。味噌カツとかいいんだよ。あれ味噌カツ考えたやつ誰？俺味噌カツ考えたやつ天才だと思うわ。あれマジでいいよね味噌カツ。ありがとう風船ありがとう。外食、いや今月は節約しようかなと思って、うん、最近お金使いすぎだから、うん、今日はね T シャツがなかったから洗濯しなかったから沖縄で買ったやつ着た。タラ鍋うまそう。タラ鍋だって鍋いいな。鍋いいな。魚タラ鍋なんてお前いいじゃないの。タラ鍋潜って聞いてた。初コメありがとう、ありがとう。いやあのね味噌カツってあれ名古屋か。俺は名古屋人のセンス好きだね。カツに味噌をかけるっていうのはあれは狂ってる発想だよ。狂ってる。いやいやいや、だからもう野菜がダメになっちゃうからさ、野菜がダメになっちゃうからやっぱ頑張れる時に頑張んないと。いいですね、いいですね。ペヤングとか俺ね意外なんかもしんないんだけど。ありがとうハート3個ありがとう。こんばんは。俺意外かもしんないけどカップ麺好きそうでしょ。ポテトチップスとかカップ麺とか全然食べないの。びっくりするぐらい食べないよ。俺食べてるところ見たことないでしょ。赤いキツネとかさ、カップラーメンとかペヤングとか食わないんだよ俺ね。嫌いなの俺ね嫌い。インスタント嫌いなんだ意外と。なんでなんだろう。カップ麺うまいか。ケーキ系とかスイーツ系は食うんだけど、なんだろうね、甘いものは大好きなんだけど、なんかポテチとかもあんまグッとこないんだよね。なんでなんだろう。意外でしょ。食べそうでしょ。ほとんど食べてないと思うよ。なんかあんまりうまいと思わないんだよね。カップラーメン好きな人好きだよね。ずっと食べてるもんね。あのあれは好きだよ。あのインスタントラーメンは好きなんだけど、あれもでもそんなに食べない。チャルメラとかもちゃんと卵ほうれん草のり、卵ほうれん草のり、まああれば豚バラとかも炒めてやるかな。片揚げポテトはまあ嫌いじゃないけど、マックは好き。
マックは好き。俺、まあ焼きそばでは一番好きなのペヤングだけど、でもあんまり子供の頃からね、親が食べさせてくんなくて、親があんまりなんかこういうのは体に悪いって言われて、食べさせてくんなかったから、未だに食べたいと思わないんだよね。バカありがとう。うん、教えてくれてありがとうね。バカありがとうございます。どん兵衛より、まあ赤いきつねは好きかな。難しいところだよね。あ、そっか、メガホン集めらんないから、メガホンさんがいなくなっちゃったのか。何、まだメガホン停止中なの？まだメガホンとダメなの？メガホン飛ばないなと思った。そっか、メガホンダメなんだ今。米はまあ、いや、炊いて食うでしょ。ハンマー裕次郎さんいらっしゃい。いや、あったかいよ、今日。あったかい、あったかい。俺、味覚は結構鋭い方だと思うけどね。でも最近ね、年取ったからなのかね、味噌汁が飲めなくなった。塩分が強い味噌汁が。昔はしょっぱい味噌汁好きだったんだけど、これ年齢かな？あ、冷凍食品ね。冷凍食品はまあ食べれるかな。全然冷凍食品は大丈夫だね。腹減ったな。そうめんチャンプルーとか沖縄系の料理はね、こっちではね、作ってないね。ばあちゃんがよく作ってくれたけど、あれ、そうめんチャンプルーってそうめんを炒めてんの？なんかあれ、台湾かなんかの乾麺じゃなかったっけ？そうめんチャンプルーって。なんかばあちゃんは台湾からのなんかでやってたけど、あれどうやって作るの？そうめんチャンプルーうまいよね。マック好きっていうか、まあ手軽だからね。たまに食いたくなんない、マック。別にうまいと思って食ってるわけじゃないよ。そうめんとシーチキンか。懐かしいな。そうめんチャンプル作ろうかな。そうめんチャンプルはそうだ。そうめんとシーチキンだ。油ギトギトでうまいよね。ラーメンとか焼きそば食ってるって貧乏人アピするやついるけど、本当の貧乏人はパスタ食う。それひろゆきのツイッターでしょ？なんかさ、なんかそういうさ、なんか力持ってる人のさ、引用をさ、自分の言葉のように言う人、俺大嫌いなんだよね。実体験で語らない？ダサくてもいいから実体験で語らない？もうね、ひろゆきとかホリエモンとか、与沢翼とか、ああいう人のね、引用するやつ、フォロワーの質を大嫌いなんだよ、俺。なんで何でもかんでも真似すんの？なんか全部正論とか全部正しいと思って気持ち悪いんだよね。で、俺自分で言ってるよ。俺は焼きそば食べないって。なんか、なんつうの、人の言葉を自分の言葉のように言う人大っ嫌い。うん。ねえ、わかるでしょ。俺はジョブズの言葉はジョブズって言って引用して自分の感想を言ってるから、それは違うじゃん。今のはひろゆきが言うにはっていうのがなくて、自分の言葉かのようにパスタ食うって言ったんだよ。俺は引用元はちゃんとソースは開示してるもん。そう、尊敬してるからその人全て正しいっていうのは違うし、俺はそもそも人の言葉を借りるときは人の言葉を引用元必ず言ってます。そうそう。だし、ジョブズより俺の方がレベル高いかんね。うるせえ、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 うるせえよ。
40号はひろゆき本人か。なるほど。うるせえ、うるせえ。いや、お腹すいた、お腹すいた。いやっていうか鍋食べたいな。ねえねえ、じゃあ俺ね、ちょっとこれのんちゃんの悪口言っていい？ちょっとここだけの話なんだけど、のりこすっげえ料理うまくてすっげえありがたいんだけど、手ふ、これね、お前ら女子、女子っていうかもう全員聞いて、全員聞いて、俺今から本当に大事なこと言うから、本当に大事なこと言うから聞いて。テフロン加工のフライパンの扱い方考えろよ。テフロン加工だから。テフロン加工は大事に使わないとテフロンが剥がれるんだって。俺さ、のんちゃんすげえ、まあ俺にとっては高いフライパン、5000円で奮発したフライパン、テフロンがボロボロなんだって。テフロンが、テフロンがボロボロになったんだって。でフライパンがダメになっちゃったのよ。そう、テフロンなのにカリカリしちゃったんだよ。たわしも使うし。なんでテフロンをそういう扱いすんの？テフロンはそういうものじゃないから。でもうね、俺のんちゃんのためにフライパン今月買おうと思うんだけど、どう思う？で俺最強の鍋を持ってるんだよ。最強の鍋で、その鍋ね、もう超焦げたのに、未だに現役なの。もうダメだっていうぐらい焦がしたの。もう大火事になるぐらい焦がしたんだけど、このフライパン買おうと思うんだよね。これね、高いけど一生使えるフライパンなのよ。俺、この鍋持ってんのよ。この鍋。御徒町で買ったんだけど、みんなこれマジでおすすめ。この、服部先生プロデュース。服部先生プロデュースのこの鍋マジで優秀。これ一回もうとんでもなく焦げたんだけど、未だにピカピカ現役。これマジでいいよ、これ。これもう一生ものだから、この鍋。もうすごいんだよ。もう日本のこの人が作ってるの、この人が。この人が多分作ってるんだけど、この鍋はマジでね、これのフライパン買おうと思う。どう思う？これね、マジでレビューしたいの。1万円するんだけど一生使えるから。これ油、これはいいよ。この人だよ、やっぱり。ほら、これマジでおすすめだから覚えといて。服部先生の鍋、ステンレスかな、ステンレスかな、高いの。レビュー何件ついてる、レビュー何件ついてるか分かんないけど、俺はこれ本当に良かった。うん、これは良かったよ。服部先生の鍋。いや、マジでマジで。材質とかよくわかんないけど。いや、マジでいいんだって。もうだって3年使ってるよ。ここに書いてあるね。SUS30。まあ、ステンレス。アルミニウム、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 ステンレス。これマジでいいよ。これ本当にいいんだって。これ、いや、冗談だと思うでしょ。持ってこようか。飲んじゃ鍋。のんちゃん鍋ちょうだい。のんちゃん、服部先生の鍋を持ってきて。頭きた。服部先生プロデュース。いや、これ本当に、これもう何年も使ってるけど、一回もう真っ黒になって取れなくなったの。それでもこれだよ。もう3年ぐらい使ってるの。これもう磨いたら綺麗になるから。これ5000円とか6000円だよ。食材ひっつきにくいのよ、マジで。と思うじゃないですか。油がなじまないんじゃないのとか、食材が引っかかるんじゃないのって、そういう声はわかります。お気持ち、くっつきません。油がなじむんですよ。お手入れも簡単。普通にスポンジでさーっと磨いてみてください。で、見てこの質感がまた重厚感。この肉厚な鍋、わかります？デザインもいいですよ。こうやって壁にかけといてね、あ、料理が好きなのねっていうのが一発で伝わるんですよ。いいじゃないですか。ドンキホーテで使ってるフライパンよりも一生使える鍋。なんと
5000円台で今回ご提供しようと思うんで。重いよ、正直重い。ただね、ここにも取っ手がついてる優しさよ。これだけだったら女の人重いじゃないですか。ありませんか皆さん、これでこうやってあーってこぼしちゃうこと。こうやってね、こうやって暑い時子供でも持てるように、いいでしょう。いざとなったらこれでぶん殴ったら死にますよこれ、うん、これいいよ。いや焦げついても、いや本当に焦げたんだって。半分ぐらい米真っ黒になってこびりついたんだもん、うん、もうフライパンは1万円するんだけど、うん、これいいよマジで。取っ手に熱伝導しない、しない。俺もねちょっとこの接続部分弱いかなと思ったの。これ取れそうだなと思ったのよ正直。取れませんよ、取れません、うん、重いよ、重い、正直重い、重い。これはでもおすすめね、これはおすすめ。みんなに、我が家の、我が家のこれおすすめ。あのね、俺が使ってんのフライパンなんだっけ、テフロンで一番有名なのはなんだ、一般的なやつ。まあこれ今日磨いてないからね、これ磨いたらもうビッカビカよ。今日は磨いてない。セラミックより全然いいよ、うん、ティファールだ、ティファールのテフロンがダメになっちゃって、ちょっとこれに統一したいなと思ってんだよね、うん、あれこれとメーカー違う、あれあれあれ、あ、合ってるか、よかった。違うメーカーかと思った。またね、日本の職人さんが作ってるっていうのがたまんないよね。この鍋がいいんだよ、この鍋、服部先生プロデュースの鍋。フライパンとか鍋服部先生で検索したら出てくるよ。ジッポダメだった。ね、ジオ、ゲオ、ゲオ、 GEO っていうメーカー、 GEO、 GEO フライパンですね。ジオだって、ジオ、ジオ、ジオのフライパン、これマジでいいよ。これ2年でダメになるよね。テフロンは扱い難しいんだよ。俺これか、これのフライパン買う。ありがとう。うん、テフロンはダメだね。まあ、100均の鍋なんかいっぱいあるよ後ろに。そう、 GEO、 服部先生プロデュース、ジオ、 GEO。 鉄のフライパンはね、いや逆に難しいの。鉄のフライパンってあのみんな使い方難しくて、油引かないといけないんだよ。で水で洗ったらダメなんだよ。水で洗ってもいいんだけど、その後油常に引いとかないといけないの。だからゴキブリとか出るよ。うん、鉄のフライパン扱い、焼きとか焦がす、あの最初にその加工してある油を取るために焼き入れとか難しいの、うん、ステンレスとアルミの合金だねこれは、7層の。この鍋は本当におすすめ。鉄のフライパンは調理人とかじゃないと無理だよな。まあ俺ほらあれだから、あの熱伝導のやつだから無理なのよ。ジオはね、俺が今使ってた鍋っていうのは5027円、アマゾンだと俺はね9000円ぐらいで買ったのね、おかち町で9000円で買ったけど、5000円、3000円引きだね、5027円。サイズも選べるからいいんじゃない？サイズも選べて、いろんなタイプがあるよ。まあ、卵焼き器もあるし、まあパスタ用の鍋とかもあるし、まあ揃えていけばいいんじゃない？これで8000、まあ15000円のところ8700円。今割引してるよ、 42% オフ。これ本当にいいよ。俺はフライパンこれ買おうと思ってるね。
俺が買った時よりもアマゾン安い、全然格段に安いよ。これマジで持つよ。俺これ買おうと思ってる。でも見てみなよ。バイオタン、世界一性能がいいとフライパン。3万、いや、違うよ。やっぱ、主婦が買えないものを勧めてどうすんのよ。やっぱりね、いくらお金持ちになったところで、俺は、安くていいものっていう。要はね、高いものはいいに決まってるじゃん。それはフェラーリ買ってさ、早いよって言われて当たり前だろうって思うでしょ？そうじゃなくて、主婦の方が普段使ってる、ね、価格帯でより良いものを使ってもらいたいのよ。そう。だから1000円、2000円とかの安いフライパンを半年でダメにするよりも、ねえ、こんな4年使えてあんだけ綺麗なんだから。5000円で4年だったら良くない？悪くないでしょ？そういうことですよ。別に料理極めようって話じゃなくて、ねえ、普段奥様が使う、ね、料理が楽しくなるような、そういうものですよ、僕が届けたいのは。料理好きだからさ、料理が楽しくなるでしょ、道具揃うと。アムウェイの30万の鍋だからいいに決まってるじゃん。でも高いじゃん、アムウェイの鍋は。だったら5000円であの鍋買えばいいんだ。あと、ほら、和道と同じ鍋使いたいって奥さんいると思うよ。和道くんと同じ鍋使って私も料理したいっていうマダムたちがいるでしょ。アムウェイ鍋30万もしないでしょ。天ぷらパーティーとかよくやってるよね、アムウェイ。そう。長く使うものは、ね、安くて悪いものよりも、多少いいものを使った方がいいよ。いや、500円のテフロンで3ヶ月で買い替え、俺は嫌だ。俺はそっちじゃない派。いいものを長く使いたい派。一回アムウェイ信者に囲まれたことがある。まあ、勧誘はよくねえよな。勧誘は俺もヘドが出るね。100均のコップだけど悪い。100均のコップ使ったらダメなの。別にいいでしょ。いや、まあ、アムエ別に悪くない。俺、アムエの洗剤使ってたの。アムエ自体が悪くないでしょ、商品は。アムエの洗剤めちゃめちゃ良かったよ。ただ、勧誘はダメでしょ。別にアムエ、物がいいから売れてるわけだから。ただ、勧誘は良くない。まあ、いらないんだったら、いりませんって言えばいいだけだ。ノーテンキューって言えばいいだけだから。でしょ？断れいいの。いらないって。欲しい人が買えばいいの。そりゃそうだな。なんかアムウェイエナジードリンクとかも出し始めたよね。アムウェイは詐欺じゃないよ。不労所得確定申告？何不労所得確定申告って。もう働いてんだけど、全然労働してるんだけど。システムはゴミだとは思わないけど、勧誘するのが俺はゴミだと思ってる。人間がゴミだと思ってるね。システムは別にゴミじゃないと思ってるよ。
な、俺の収入おめえに何の関係があるんだよバカ。マッハ祭り出場選手募集がすごいことになってる。どうすごいの？誰か出んの？配信者どうすごいの？何がどうすごいの？何がどうすごいのか全く分かんないけど、そうそう、システムはよくできてるよ。むしろね、あの仕事を、それに仕事で働いてる人いっぱいいるんだから。年収数百億、ああまあそうだろうね。中島かおるは相当稼いでるだろうね。あるだろうね。だって日本ネットワークの世界一、日本一でしょ。めちゃくちゃ金持ってるでしょ。上しか稼げないわけじゃないよ。俺実際稼いでたから、うん、月数十万毎月入ってきてたよ。だから全然上しか稼げないっていうのがまず間違いだよ、うん、そう、コネクションがないと無理。別に後から入ってきてもできるけど、渋谷の本社俺何回も行ったことあるよ。たま、時間の無駄だよな、やる気がない人は。興味がない人に勧誘すると良くない。稼ぎたいって言ってるやつだったらいいと思うよ。小資本でさ参入できてさ、まあ数億円稼げるかもしれないビジネスチャンスってないからね、貧乏人からすると。だからやる気のあるって能力のある人はネットワークビジネスやるのいいと思うよ俺は、正直。ただ興味のない人は誘うなよっていう、うぜえから。いい匂いしてきた。稼げなくても自己責任なのはそりゃそうでしょ、個人事業な。そうだよね、だから人だよね、人。直樹兄さんなんかめちゃくちゃ強いって聞いたよ。なんか絶対負けるって言われた。なんか練習公開されたらしいんだけど、あの生放送でめっちゃくちゃ強いらしいよ、うん、めっちゃくちゃ強い、うん、ああはいはい、水道理論ね。なんだっけパブロと、なんだっけ、うん、はいワコツ、はいワドツ。身長高いね。兄さんの情報ありがとう。181か、ドレさんより高いのか、うん、ドレさんとも話し合ったんだけどね、パンチこんなんなるな、ちょっとやりづらいね。まあでも下からパンチ打つの相手見えづらいから、アッパー気味に見えるから有利は有利かも、有利は有利だね、まあ、身長高い相手はやりづらいよなやっぱな。のんちゃん元気、季節性のうつっぽかったね。なんか昨日から元気になった、急に昨日元気になったから、うん、のんちゃん元気になったよね、のんちゃん元気だよね。そうでもないらしい。最終ラウンドっていうか、まあ2ラウンドしかないから1ラウンド終わったら次最終ラウンドだから、特に別になんかなんとかラウンドにこだわりはないかな。あ、外で原発反対やってんだ。渋谷どこ、うん、11センチ違うのはちょっと不利だね。青山より相当リーチ長いよ相手。八王子か、これ出るよ。昨日もだから動画で、ツイッターの動画で練習公開したよ。見る、練習公開しましたよ。あれなんでこれでかくなんないんだろう。昨日練習風景がこれかな、ちょっと待って、
なんでこれでかくなんないんだろうな。これが昨日の練習見る。ちょっと とある人に相談してやったんだけど、なんだよめんどくせえなツイッター。インストレート強いのでちょっとだけ簡単。ツイッターいいねボタン押しといてね。これそう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 強く接つけど、そうそうそう。結局、関西が怖いの。今入ってる。それが怖いから。右、それそこから左。プルさんと昨日ずっといたよ。もうちょいね、20分かかるけど、俺より身長高いの。どうだろうね、進歩したかどうかわかんないけど、うん、うまくなってんのかな。いやもうこれ動画っつうか撮影したやつだ。そう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 簡単なの怖いの。今入ってる。それが怖いから。右、それそこから左。もう悪くない。もうちょいね、20分かかるけど、俺より身長高いんだから。今の、そうだね、その通り。対人練習もうガンガンやらないとダメって言われた。ドレさんと全く同じ見解、俺とドレさんの。もうあとは対人をやり込んで人とぶん殴り合って、そのもうやっていくしかないっていう。まあ基礎はだんだんできてきたって、フォームはまあ悪くないって。もう少し肩の力を抜いて、インパクトと、なんていうの、スピードが乗ってインパクトが出るパンチが出せるようになるといいって言われた。あとはもう本当になんつうの、こう人とやってやるしかない。お父さんとのキャッチボールだから。いやドレさん声ダメだったよ。小声だったら出るんだけど、配信はやっぱ声張るから、その時はもう何言ってるか分かんない。なんかグダグダで終わりそう。俺練習してるじゃん、だから今見せたじゃん、今見せたじゃん。まあ実際携帯電話ででかく見たい人はツイッター、俺のツイッター見たらわかるから。あと5分、うん、5分で放送終わるから。ウェイトさんに対するハンデとかある？今のところね、体重は75まで上げたから、で相手は80キロ未満に収めてくるルールだから、あと5キロかな、うん、でウェイト差はそんなに怖いなと思ってないの。俺パンチ力はあるから。それよりもね、あの距離感と、なんだろう、相手の顔が高いっていうのと、俺がピーカブーだから、その届くかなっていう、そこが怖いね。次役はご飯の後にやるよ。ご飯食べ終わったからやる。一回休憩させて。バカプレゼントありがとう。杉谷君はご飯後にやるわ。ジムはね、スパーリングダメなんだよね。俺が行ってるところはスパーできないから。だから出稽古に行かないといけないんだよ。テル、いや、あのね、逆。あのね、俺とドレさんの見解は一緒で、多分ね、テルよりもリーチ長いやついない。テルはステップインと、飛んでくる飛距離がとんでもなく速いの。
あれもう天才だよ。だからね、テリよりもね、腕は長くてもリーチは長くない。なんて言うんだろう、これ難しいんだけど、腕の長さだけじゃないのよ。ステップインして踏み込んでくるのと肩入れてくるっていうのかな。だから俊敏さがすごい必要なの。テルはね、なんつうんだろう、独特なんだよね。テルはすっげえ速いの。だからみんな面食らうの、あれ。ドレさんが才能あるって言ったんだもん。あいつは練習したらとんでもねえわ、つって。身体能力やばいんだよ、そう。やる気がないだけで身体能力がズバ抜けてんの。そう。だからドレさんが言ってたよ。前回のセゴロワンで一番格闘技のセンスはテルだって。センスだけで言ったら。ボクサーでもないんだよ。我流なの。フォームめちゃくちゃなの。こんなんなの。猫背で。だけど、こっから、手をこうやって戦うの、あいつ。こんな構えなのよ。我流で。でもパンって、こっからすげえ飛んでくんの。だからね、距離がすっごい遠いの。だからね、面食らうよ。ネットの IQ テストはね、病院の IQ テストと別。ダルシムは腕が長いんだよ。そこはね、難しい。格闘技やってみないと分かんないと思う。まあね、びっくりするのはね、実際やるのと、世界戦とかのビデオを見るのとは全然レベルが違う。動画じゃ分からないよ。経験してみないと分かんない。サッカーとかもそうでしょ？みんな俯瞰して見てるじゃん、上から。だけどピッチに立つと違うじゃん。それと似てる。サンドバッグ買ったの、あいつ。テルの家練習しに行こうかな。サンドバッグ持ってんの、あいつ。え、テル、サンドバッグ持ってんの？サンドバッグってあれだよ、吊るすやつだよ。あれ持ってるの？え、テルの家で叩いてこようかな。テルが喘息かどうか俺わかんねえな。いや、クモン余裕でしょ。俺、テルが勝つと思うよ。もうクモン負けると思ってるよ。ぶら下がってるの映ってた？練習しに行こうかな。あいつ金に物言わせてんな。家にサンドバッグなんかあんのかよ。マジで？マジで？え、テルって今どこにいるんだろう。テル東京いるんなら拾ってもらいたいな。テルの家で叩きて。テルどこいんだろう。テルって今どこいるか知ってる？昨日東京にいたよね。うん。じゃあみんなお疲れ様。ありがとうございます。たくさんアイテムありがとう。あとで通常枠やります。東京にいる？連絡してみるわ。お疲れ様です。おつです。